NHK 東京放送会館は、日本放送協会が1938年から1973年まで本部として使用していた施設である。所在地は、東京都千代田区内幸町であった。日本初のラジオ放送局として、1925年3月22日に、当時の社団法人東京放送局が仮放送を開始した場所は、 東京府東京市芝区の東京高等工芸学校内であった。同年7月、同区あたご山に本局社が完成、移転資本放送を開始した。その後、社団法人であった大阪、名古屋の両放送局と合同し、1926年8月20日に社団法人としての日本放送協会となると、全国にネットワークを展開した。これにより、 アタ山ヤ局舎は手狭となった。加えて1940年に開催を予定していた東京オリンピックに合わせ開始する計画を立てることとなり、そのために本格的な施設が必要となったため、当時の東京市麹島地区日比谷内幸町に大規模な局舎の建設が計画された。局舎の設計は指名設計競技方式により行われることになり、 1933年発に、西村浩二、堀越三郎、渡辺人志、横川時介、高橋貞太郎、山下俊夫、福田重吉、石本菊次、長谷部英吉、渡辺節、村野東吾、安井武雄の12名を指名し、各自により2週以内の図案提出を求め、1934年1月の締め切り期日までに、 一人一種及び二種合計十九種の図案提出があり、審査員は、専門家側、中条誠一郎、大熊義国、和田忍、佐藤光一、岸田秀人の五名、協会側、小森本部上無理事、中山関東支部上無理事にして、審議の結果、同年三月七日に、山下俊夫建築事務所案の当選が決定した。 そうして1935年10月20日に寄港され、1938年12月20日に、竣工し、同年運用を開始した。建設は竹中工務店が担当。オリンピックは、結局、第二次世界大戦により返上を余儀なくされ、敗戦後は連合国軍最高司令官総司令部が一部を、接収。民間情報教育局が入り放送の検閲や、 指導を行ったほか、現在の AFN の母体となる中流軍向け放送が行われていた。1953年2月1日の地上アナログテレビ放送が開始されたのもこの建物からであった。1955年に増築が行われた際に NHK ホールも併設された。所在地は内幸町であったが、 都電の田村町一丁目停留所からも近く、当時は田村町と呼ばれることも多かった。東京オリンピックは戦後、1964年に実現することとなり、それを機にアメリカ軍の弊社、住宅施設、ワシントンハイツが返還され、その一部が五輪放送センターとして建設、運用され、五輪終了後は現在の NHK 放送センターとなった。 その後、内幸町の敷地1550平方メートル、及び、本館、新館、第二新館の3建物は、1972年12月8日に行われた、公開入札によって、三菱辞書が354億6、312万700円で、落札し、その駅金の一部で、放送文化基金が設立された。そして、 1973年7月31日の放送終了をもって35年にわたる運用を終えた。三菱自所所有となった建物は日比谷国際ビルジングと解消され、スタジオを貸し室に改造するなどの改修が行われた後、1974年3月よりオフィスビルとして運用を開始。その後、道路を挟んであった。 港区の物産館との一体再開発が図られるも、結局各社別々でされることとなり、当建物は三菱地所による再開発のため1978年に取り壊され、跡地には日比谷シティが1981年に竣工した。同地の日比谷通り沿いには小さな放送記念碑が建てられており、 日本放送協会は1938年から1973年まで、この地にあったと書かれている。また1938年の落成をたたえて、海軍軍学隊員の斉藤牛松が、洋派新艦落成記念のモールスが組み込まれた、大行進曲、ノビーク電波を作曲している。ABC、丸の内100年の歩み三菱指所者 ハット AB 日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間73日本放送出版協会1973年15から16ページ日本放送協会編 NHK 年間66日本放送出版協会1966年84ページありがとうございます